日本航空は8日、貨物専用機を報道陣に公開しました。専用機は旅客機のボーイング 767-300ER をベースに改修したものです。これまで日本航空は他社貨物機を運航していましたが、貨物郵便の成長が見込めることから自社貨物機に乗り換えます。東アジアを中心とした国際線に導入し、2月19日から運用を開始します。日本航空は2010年の経営破綻後、貨物専用機の運航から撤退しており、自社機参入はおよそ13年ぶりとなります。物流業界全体のですね、人手不足への対応と、こういったところへのですね、解決策を見出しながら、しっかりと、貨物郵便事業をですね、旅客に次ぐ、第2、第3の柱に育っていくと。